10月26日に眞子さまと結婚することが、宮内庁によって正式発表された小室圭さん。同日には、お二人そろって記者会見にも臨まれる予定だ。5日に30歳を迎えた小室さんは、まもなく、新型コロナウイルスによる待機期間を終えようとしている。だが、入籍や記者会見まであと少しというところで、新たなトラブルが発生したのだ。なんと、 小室さんの母、加代さんが詐欺罪で刑事告発されたのだ。ニュースサイトによると、あるジャーナリストが、6日に、東京地方検察庁に告発状を提出。告発状は受け取りを拒否されておらず、正式に受理されれば、本格的な捜査が開始されるという。これまでも、数々の疑惑が報じられてきた加代さん。告発したジャーナリストは、2つの不正受給疑惑について、 事実であれば、詐欺罪にあたる可能性があると主張しているという。まず、一つ目は、亡き夫の遺族年金、かよさんは、2002年に夫、か勝さんと死別し、2010年9月に元婚約者、X 氏と婚約した。だが、かよさんは、X 氏から約400万円に上る金銭的援助を受けながらも、か勝さんの遺族年金を受給していた疑いがあるのだ。 そして、二つ目は、かよさん本人の傷病手当金。かよさんは、勤め先の洋菓子店を、2018年頃に、適応障害。お理由に休職していたという。一年半にわたって、傷病手当金を、フル受給していたものの、休職中であるはずのかよさんは、知人が経営する軽井沢の飲食店で、アルバイトをしていた疑いが持たれている。皇室ジャーナリストは、 告発したと思われるジャーナリストは YouTube 上で告発内容を解説しており動画はすでに25万回以上も再生されていますコメント欄には勇気ある行動に感謝いたします一国民として感謝いたしますなど支持する声が寄せられています結婚まであと2週間というタイミングで眞子様の義母が刑事告発されたとなると 祝福ムードは、ますます遠ざかってしまうでしょう。一方で、宮内庁は、真子様と小室さんの結婚発表と同時に、真子様が、複雑性 PTSD、であることを明らかにした。真子様の精神状態を思んばかる声が広がっているが、かよさんへの刑事告発は、さらなる国民の関心を集めることになりそうだ。そうなると、結婚会見は、 一層眞子さまのプレッシャーになるのではないだろうか。前での皇室ジャーナリストが語る。眞子さまは、かよさんの金銭トラブルを報道で知った当初も、ショックのあまりに応答されることがあったと言います。紀子さまも、2018年の秋篠宮さまの誕生日会見で、眞子さまが体調を崩しがちになっていたことを心配されていました。結婚会見では、金銭トラブルはもちろん、 小室さんの経歴詐称疑惑についても、記者から説明を求められるなど、会見がさらに修羅場化する可能性があります。さらにカヨさんが刑事告発されたとなれば、そのことについても追及されるのは目に見えています。待ちに待った結婚を目前にして、新たなトラブルに見舞われるとは、眞子さまの心労は殺するにあまりあります。記者会見まであと2週間。 小室さんは多くの国民が納得できるよう説明責任を果たせるだろうか